くるー。いやー、今の怖かったなー。なんとか勝ったけどね。キッチンで割っちゃった。スナパイフジミアプテハシゲン。スナマイフジ、ペ、ポーヤ。スナパイフジミアプテハシゲン。まあ大丈夫やろ。スナマイフジミアプテハシゲン。直してやったぜー。あ、これは白いわ。これは白いわ。お願いします。マウンテお願いします。マウンテン。お、今誰だ？覚えてないわ。お、全然閉じないじゃん。そんなことある？いきなり登っちゃうもんね。よいしょ。52333。はいっと。もう押していっか。さすがに早いか。誰か上がってきたら遅う。あらあー、死んどるのかい。ああ、多分ハロンギさリ。ん。30経ったぐらいだよね。はい。目撃証マジ言あもっりますと経ったか？と思うけど。白であるなら、プテさんと僕は絶対無理です。はい。オッケー。はい。停電中目に延期ですアルマさんか、あれ。え、何ですか？ いや、開幕私と逆走してクロスしたのと、あれ、アルマさん雪だるま見ましたけど。あ、そうです、そうです。そうです、僕です。了解です。エンジンで僕とすれ違った人って誰ですか？停電中に。見えなかったんですけど。僕です、多分。あ、センターさんか。え、夏目ともすれ違いました？センターメインで。夏目先生とすれ違いました。夏目先生とすれ違って、アルマさんとすれ違って、金庫です。最後ミーティングに上がってきたの誰？音は聞こえなかったと思う。あれ、カンカンカンって。あ、普通の階段。あれ短い階段じゃない？短い階段上がった記憶ある人。ラフ君。でも富士見はメインの上側確認しましたけど、死体は光ってないです。上停電側直したの誰って言いましたっけ？ああ、停電直したの誰ですあ、か？僕。あ、プテアスさん。あ、僕と、そう、プテさんが、最後、左から2番目を協力し直しうん、真んました。あ、そ中こ以外に消えてましたね。それ、それどこ展望で直でし直したってことですか？展展望？望。はい。うん。はい。目真んは中以あ外まり。消えてました。はじめさん、メインの上側にしたいなかったっていう発言がめちゃくちゃ気になっそう、た。メインそのれ上も側走ってたので、上側にはないっていう。だから、エレ除キ染の、のとこにもないですか？はい、除染もないです。だから、エレあキれ？の、はしごの上とか、メインの下側はないっていう表現です。ややこそしくなります。の、はしごの音が聞こえたっていうのにそうそ合う。わせあ、て。弦登ってます。ミーティング最後登ってますけど。ああ、だよね。そう。絶対長い階段だったと思いますよ。あ、じゃあ、話は大丈夫そうですね。長い階段だなと思って、まあ、ボタン押してから長い階段だったなっていう感オラフ覚のだっ目た。撃なはいい。の？オラフ君、じゃない。嫌い？え、ちょっ脇と待もって、オ見ラてないっフ君てことですね、俺か？ね、脇こ、位置精査しますか？ごめん、オラフ君も確かね、武器庫に入るタイミングで武器庫から出るオラフ君とすれ違ったかも。あれ、そうだっけ？どっちの方向に出る？いやー、覚えてない。上側じゃないの？下には来てないよ。うん、下には来てない。手端上が側だ抜け白からいかえ、な。右側だったら先端見てないんですか？え、左ね。あ、じゃあ、上行って右に行ってる場合は先端い見や、てない停んです電か？中。プテハシメイヤが白くて、テラゾワミーティングルームに結構早い段階で上がってるので、白く見てほしい。ゲンフジミヤ。よいしょ。やばい、上に向かったって思われそう、これ。ゲンフジミヤ。ちょいちょい逆。これ長いんだよなー、誰にも見れねえし。8。ほい。富士宮エンジン。富士宮ゲンエンジン。富士宮ゲンエンジン。いや、こんなとこ行ったらやべえか。やめとく？これ。あ、素晴らしい。あ。おー、やば。やば。マジか。富士宮って、キッチンくらいにいたけどな、さっきまで。あ、聞こうか。富士宮。キッチンだったら、夏目先端無理です。ツナパイさん、貨物脇っす。貨物脇。あ、ゲンです、ゲンです。藤宮さんの視認情報があって、ゲンと一緒にアップロードをやりました。展望デッキの。で、その後、停電が始まった段階でもう藤宮さんいませんでした。
私が停電を実際展望デッキで直しており、うん、ドア閉まってます。ので、藤宮さんはキッチンか、まあ、それ以外の位置で死んでるものと思われます。寺蔵です。セキュリティでカメラを見ていました。エンジンルームでタスクをしている藤宮さんと、それの横を取ってる源さんを見てます。うん、それはまとめると、つまりどういうことですか？源さん怪しいかなとは思います。OK です。エンジンで見、それ何秒前に見たんですか？5秒くらい前かな。源さんは藤宮さん見てます？ね、エンジンの上の。エンジン、アルマさんとクロスしたのは覚えてます。僕、その前に藤宮さんとすれ違ってるんですよ。僕が武器庫入ったタイミングで藤宮さんと武器庫の下の銃のところですれ違って、で、その後、銃をしまった後に、停電直った後に展望の方に向かった時に源さんが展望が出てきた。もしそこで、藤宮さん切られてた場合、私がお肉発見するはずです。あ、そう、てか、その後ですよね。寺蔵さん見てるのが、そのエンジンで。うん。てか、てか、寺蔵さんは生きてる、だから、見てる。生きてる藤宮さんを見てます。うん。夏目先生どこ？あ、じゃあ僕、白取れるじゃん。夏目、最後、先端と、シャワーのさ、左上のタスクのとこいませんでした。あ、そうなんだ。見てなかった。どっから僕は最後、アップロードしてますけど。シャワーから。てか、また、スナパイさんが貨物脇で右側にいた人は、先端さんは無理だと思う。除染タスクに入ってきて、僕が左に行ってすぐで、うん、でしかもその後、夏目先生に指示されてるんだったら、先端は早く行っていい、今回。うん、夏目ずっとシャワーでタオルタスクやって、あの、カンカンもやってました。プテアーカイブターン。それ先端が多分ね、長いこと視認してくれてるから。でも見てなかったって言ってた。見てない。全く見てない。僕は。ごめん。そう、やばい。2回会ってます。いや、ね、通路で2回会ってます。あ、ゲンさんとエンジンルームで誰ともすれ違ってない。最後、はしご登ったの誰？もうは、最後のはしご登ったのはゲンです。あ、オッケーオッケー。ゲンさんに一人。ゲンさんが誰ともすれ違ってないんだったら、ほぼゲンさんだと思っています。でも、あれもすれ違ってたのに？うん、って言ってたよね。あ、そうなの。ごめんごめん。頭が追いつきません。中野アルマゲン。ボタン押しに行こうぜ。停電になっちゃった。中野アルマゲン。くそ。うわー、すいません。ちょっと、押したい、話したいことがあって。はい、どうぞ。押したんですけど。いや、してないけど。夏目、あ、はい、いいえ、ごめんなさい。あ、ごめんなさい。OK です、OK です。どこで？先端さんとは、2回会っていて、はい、自分タオルタスクを集めてるときに、自分が右に行って、シャワーの奥に行って、先端が左女性のところに行くところで1回、で、夏目が帰ってくるときに、メインから、来るとこで最後一回来て、先端はシャワーの左上、正確に言うと、なんか椅子みたいがあるところの間にいました。椅子とメインの壁の間にいました。合ってますか、はいはい、先端さん。だから二回合ってるから、うん、でも見られてないでしょ？だからその場合、夏目先生視点ってプテさんが怪しくなるんじゃない？その前にアーカイブとかでやってる可能性とかないですか？隠しろではない。僕って隠しろ。隠しろは、あ、じゃあ、一切れに関してか。一切れができない。あ、ごめんごめん。一切れ目だから。うん。プテアスメイヤー無理って、プテアスメイヤーさんを二人から言ってるから。違う、それ、一切れ目ね。一切れ目は無理だけど、二切れ目に関しては、プテさんか、夏目先生がスナパイさん切る。ゲンさんかアルマくんが、藤宮。オッケー。夏目視点で、スナパイさんって、あ、じゃあセンターは無理なのね。話させてほしい。あ、まあいいや、右の切るから、じゃあ詰めてください。うん。右の切るから、我々関われないので。うん。僕らは絶対無理なんで、右の切るは。僕、ボタンを押してるの僕なのね。キルクール的に結構、開けてすぐ切られてるんだとしたら、僕って、先に登ってボタンを押してるから、右切る厳しくないですか？特に貨物とかだったら。だって僕ボタンですよ。アーカイブ単脇して、まあまあ一応言うと、アーカイブ単脇して、アーカイブの、シャワーやって、その後直行で、あ、そのボタンなんで僕。最後にアーカイブにいたわけじゃなくて、アーカイブ単脇とか。逆に白いですよ。シャワーにずっといたことが証明されてて、シャワーにスナパイさんは、されてない。マジか。シャワーにずっとはないよ。だって僕シャワー通ってるけど夏目見てない。右奥のあのガチャンやってました。叩くやつ。ずっといるなって印象は、ね。いや、ちょっと僕は投票しますね、じゃあ。パスした。ん？夏目さんを釣るんですかこの7人。そうなの？夏目先生釣るの？7人。そんな確証があるんですか、ね、ちょっと確証ないな。
あの、原さん見たのも、あのね、藤宮さん、あ、3キルだけ起きないようにね。あんまり、あんまり、あんまり、原さん白くない、原さん黒くないかもしんない、どうだろう。藤宮さんを通り過ぎていくところを見てるんだよな。引き返さないと殺さないと思うんだよな。カメラ光ってるのは見えてるんだけどな。いやー、ゲンさんかな、これ。3キル起きたらやばいよっていう話。3キル起きたらやばいからセンターに、センターがいるところちょっと行ってこよう。センターいるかな。いない。全然いないじゃん。ボタン押そう。治った。治ったわ。あれ、ちょ、やばいぞこれ。死体発見とかしないと。うわぁ、先端プテハシ。あれ、先端プテハシ死んだら夏目先生ぐらいしかいないんじゃないの、右の容疑者。夏目先生いいと思います。メイヤさんかな、じゃあ。あれ、レポートしたの誰、メイヤさん。僕が登って夏目先生がミーティングルームにいてレポートです。じゃあ夏目メイヤの対立では大丈夫です。プテさんの死体です。プテさん切るんだ、夏目先生。メイヤさんってさっきの話だとどこ辺にいたって言ってたんだっけ。僕メインホールにいた。で、それを、先端さんに視認されて、ちょっとしてから、レポートというかボタンだったから、エンジンルームの左から、ゲンさんが右に来てるんだったら、藤宮くんを追い越してだよね。寺蔵さん視点では、はい。あの、僕が見たのは、はっきり言うと、エンジンルームの左上の配線タスクをやってる藤宮さんの横を、ゲンさんが通り過ぎたかぐらいのところでカメラを変えました。はい、ですので、ゲンさんがそのまま気づかず右に行った可能性もあると思いますが、はいはい、殺してるとしたら引き返して殺してます。アルマさんがどこにいたかわかりません。クルーなんでちょっと話させてもらっていいですか。いや、クルーじゃないと思うので、もうそっちじゃなくて、左のキルを詰めたい。そうなんですけど、自視点メイヤさんなんですよ。じゃあさっき僕のキル、僕はどうやってキルするんですか。どっちのキルに壊れてるか教えてください。スナパイさんが貨物脇で、診察エレキに行ってる場合、メイヤさんがエレクトリカル側でキルして。無理です。エレクトリカル側にいたら僕は先端さんに視認されてません。キルした後に。なので、左側のキルを洗うべきだと思ってます。僕も左のキルの話の方が、左のキルの話するべきだと思いますけど、はい、で、まあ、結論、アルバさん、寺蔵さん、私の3択になるんですけど、うん、私は寺蔵さんから白を取っていただきたく思っていて、うん、生きてる藤宮さんと私をカメラで見た状態でですよ、はい、私は結局はしごまで行けてるわけじゃないですか、うんうん、ズバッて切ってはしごまで行って、実際はしごの音は皆さん聞こえてると思うんですけど、うんうん、っていう行動を私が取ったってことになるんですけど、かなり不自然じゃないですかね。で、まあ、それを言い始めると僕も白を取れると思っていて、原さんとすれ違ったのが武器庫とキッチンの間くらいだったじゃないですか。ここはその通りです。で、原さんがそのままはしごに行くくらいの時間で、でもエンジンの段階で藤宮さんが配線のところにいたってことですよね。うん、ってなると藤宮さんがいやー負けです、マジで。もうマジか、そうなの。僕も寺蔵さんは白で置いていいと思うんだけど、どうだろう。して話します。いやー怖っ、怖えわ夏目先生。いやーこれ4人だからな。いや、こんなんタスク終わんないっすよ、絶対4人一郎で。だからタスクなんかしなくて OK。 ミーティング宿舎前貨物、ミーティング宿舎前。登った音がしたぞ。いや、こんなことしてる場合じゃない。宿舎前に、お、メイヤさん。ゲンずっと右です。メイヤさん。寺戸さんは、宿舎前通路で発見です。お二人が最後にいるところを教えてね。はい、エンジンルームに入ったぐらいです。え？中野アルマ昇降機右。
ケンさんはどこだっけ？メインからエンジンルームに入ったぐらいです。ずっと右にいました。はあ、うん。初手の話の方がいいか。で、大丈夫ですかね。階段鳴らした人は誰？メイヤさんじゃない？あ、僕が一番最初に最初登ってます。で、その後、なんで右行ってます。1対1とかその場所とは全く関係ない情報なんですけど、アルマさんがボタンを押さないことで決定だとしてください。あ、ごめんなさい。僕ボタンなかったです。僕ボタンなかったです。ん？使ってます、ボタン。ごめんなさい。3回目ぐらいの時に多分使ってる。ボタンなかったので降りて右に行きました。ヌン乗って。まあ、私はもともとないと言ってます。実際使ってます。まあ、それは、まあ、終わってからアーカイブをご覧ください。はい、一応言っておきます。アドミンを見ました。最初の辺ですが、ミーティング1、リフト1、貨物らあたりに1いました。ですので、源さんが右にいたと思っていて、アルマさんの方を疑っています。ごめんなさい。書店の話を思い出してほしいんですけど、源さんがキッチンの方に死体があるって言ってたじゃないですか。覚えてます？テラゾーさん。はい。覚えてます。うん、一番最初にキッチン武器庫あたりに死体があるっていう情報を一番最初に出して、僕に完全に塗ろうとしている中、テラゾーさんがカメラで藤宮さんがエンジンに行ったっていう情報を出してくれたおかげで、源さんもあり得るっていう風になりました。違います。私はキッチンの方面にあるとしか言ってません。藤宮さん、キッチン方面以降の話というだけです。いや、ドアが閉まってたから、キッチン武器庫あたりで死んでると思いますって、源さんは言っていました。はい、絶対にそこは可能性の提示であって、エンジンの可能性を捨てたわけではありません。もう僕はこれしか言うことがありません。うん、もう、信じてくれとしか言いようがない。僕がキルしていた場合は、藤宮さんがそのエンジンで寺尾さんを映っていた後に、左側に行って、僕が、まあ、噛み合って切る、もしくはベントで。エンジンルームの上で死んでいた場合、見逃し、あ、上にいた人を見逃して通ることってあり得ますよね。あり得ます。じゃあ、アルマさんかな。信じてくれよー、テラソーさん。だって、アドミン情報が、アドミン情報で右にいたのは見てるんだもん。僕じゃないよ、テラソーさん。こっちでよかった。いやー、素晴らしい。いやー、怖え。メヤさんもナイス発見でした。メヤさんの発見がなかったら、でかかったっすね。あー、なるあれか、ミーティングのやつで、ボタン押しに行こうと思って、だから、ミーティングの上に西したいと僕と夏目先生がいたから。あ、そういうことか。いやー、マジでね、クイとも悪すぎた。先端いや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 。初日は私、完全にぼーっとしたはしごの時。もうアルマさんのあの何スキンをオラフさんと完全にお持ち帰りでずーっと考えててすいません。いやでも僕多分初手さ武器庫でオラフ君とすれ違ってるよね。ああですね。いや俺ね誰かとすれ違ってるんだけど覚えてなくて、キッチン脇があんまりいなさそうだったから、あれオラフ君だったかなってなって、ちょっと情報出すのが遅くなっちゃったんで、ね、いえ大丈夫です。ここピックでインポスター2人いると思わなかったんで、チームの勝利だ、はい、素晴らしい。いや今のはナイスでしたね。どっちが勝ってもすげえいい試合だったと思うんで、あの辺見てなかったら多分ご部分されてたと思うし、ゲンさんを最初は疑ってたんですけど、疑ったターンの次のターンにゲンさんがボタンを押したりとか、結構やっぱ白いコードが重なったんで、違うのかなって思ったところに最後のアドミンで右側にいたっていう、確かに離れてたんだよなーって思いましたね。いい試合だった、うん、ナイステラゾーさん、よかった。いや惜しかったな。いや今の惜しかったね。次はラストシャワーで殺してます。スナパイさんシャワーで死ぬ。 あれダバダバしてたの、奥行けって言ってた。うん、もうちょっと奥行かんかいって言ってた。シャワーだったんだ。よし、じゃあ奥行くぞーっつったらキルさせた。襲われてんの。